黒ひげが解き放ったレベル6の囚人の中に赤の伯爵レッドフィールドがいただ。レッドフィールド？ああ。昔白ひげやロジャーと共に騒がれていた男か。だが、奴は時代に名を残すほどの男ではなかった。何を恐れる必要がある。奴の別名は孤高のレッド。徒党を組むことを嫌い、孤独を貫くことを信条としている。わかるか、奴はたった一人でロジャーや白ひげと渡り合っていたということだ。出迎えご苦労。我には仲間などおらぬ。ただの一人だな。落としたか。やはり年は取るものではないな。言ってた約束の島ってのは、うん、あ、間違いねえ、あの島だ。パトさん、短い間でしたが、あなたとの旅もこれで終わりですね。ああ、釣り上げたお礼の恩も忘れんなよ。鍋にされる前に止めた私への恩もね。ぬき、チョッパー、辛いだろうが弟に別れの挨拶。俺はタヌキじゃねえ。どうしたのルフィ、なんだかとても嬉しそうね。匂いだ。あの島からものすげえ冒険の匂いがする。ものすげえ冒険か。たまにはタヌキも助けてみるもんだな。恩返しになるか。なるか。引き返すぞフランキー。サンディ、海賊弁当大盛り。はいよ。この町で物資の補給だけはしなきゃね。サンジ君とブルックは食料の調達。ナミさんのためなら骨身を惜しまず頑張ります。ウソップとフランキーは船の修理に必要な資材。そのおう、任せとけ。チョッパーは薬関係。俺は医者だからな。ゾロはあんたすぐ迷子になるから船ば。おい、そして私とロビンはウィンダーショッピング。ふざけんじゃねえ。医療品の調達も立派な仕事でしょ。ほら、意義なし。ねえねえ、オイラは。あんたはこの島で誰かと会う約束してるんでしょ。あ、そっか。じゃあ私たちとはここまでね。補給の間はこの町にいるから、何か困ったことがあったら声かけて。ああ、届けてくれてありがとな、ぬきき。
そして肝心のルフィだけど、あんた勝手に冒険に出たり。ちょっと探検してくれ。宿屋に集合よ。勝手に街の外に出るんじゃないわよ。ああ、わかった。うひょー。しししなんだ？ねえ。わーい。行くぞ。この島は俺たちが守ってやるから、そば代よこせって言ってんだよ。守ってもらわなくて結構よ。この宿屋見せしめに潰してやってもいいんだぜ。おい、お前らやめろ。俺たちが飯を食えなくなるだろうが。なんだてめえ、俺たち怒らすとただじゃ済まねえぞ。ちょっと起きてよ。あ、誰だお前。誰はないでしょ。私はこの宿の女将の宿井。そうか、
で、あいつらは？あいつら？ここで食事したのも、食べ疲れてそのまま寝たのも、お客さんで、これが食事の代金としか…わり、俺今金…しょうがないわね。条件付き？ちょっとしたお願いを聞いてくれるなら、お代はいらないし。なんなんだ、そのお願いって。ルフィ、大変だ！その、あれだ、つまりその…みんなさらわれちまった！みんな？ゾロとサンジとナミとロビンとフランキーとチョッパとウソップとブルックと、とにかくルフィ以外のみんなだ！さらわれた？あいつらが？とにかくオイラについてきてよ！ちょっと、まだ私の話が…お願い聞けばいいんだよな。じゃあそれで頼む。ねえ、ほんと？男に二言はないわね。ああ。なんかの間違いじゃねえか？あいつらがさらわれるなんて。間違いじゃねえって、オイラ見たんだ。あっちの方、町の外の、ずっと向こう側に。よし、案内しろ。あるような。こっちだ。
俺の肉がねえ、どこだ俺の肉。なんかあれだ、そう、誰かが持ってっちまったんだ。どんなやつだ。なんかシュロロロ言ってたような。あいつだな、肉泥棒。ちくしょい。俺はもっと強くなるぞ。敵だ、ぶっ潰せ。なんだ。そこだ！ちょっと来た！
麦わら、今こそ世界一の科学者である俺の。ドラゴンの肉を盗んだのはお前か。相変わらず理解不能だな、ゴム野郎。ドラゴンの肉ってなんだ。普通は仲間を誘拐されたことに怒るもんじゃねえのか。あ、そうか。あいつらをさらったのはお前かー。